リボンチャンネル。やっぱり京都やし、伝統ある神前式がええんとちゃいます？古くないです？ドレスで挙式の方が可愛いですよ。どう思う、良平？なあ、アン。いや、どっちでもええよ、そんな。結婚式をするために夏休みを利用して京都に帰ってきました。今日も激しいバトルやったな、疲れたねえ。でも意外やわ、アンは結婚式とかこだわるタイプやと思ってた。あ、ぶっちゃけ何でもいいんですよね。だって良平くんと結婚できることが幸せやもん。あ、そっか。京都に帰ってきて嬉しいこと、それは念願の二人暮らしかっこかり、良平くんのお家ただいま。テンション高いな。買ったもん冷蔵庫入れとくし、アンは先に手洗っておいで。って、え？どうした？良平くんとの生活感にギュンギュンして、同棲してる。そう。それよりアン、招待状はちゃんと用意したか？はい、もちろん。イノリンと、ナルルと、ジョーと。ナルルが心底びっくりしてました。結婚相手って君島さんじゃないんですか？めっちゃ謝られました。そうやろな。君島は？あ、行けたら行くって言われました。やろ。それ関西人なら9割いかへんやつや。ほんまは来てほしいけど、うちのわがままやしな。大丈夫、あいつも子供じゃないんやから、来てくれるって信じて用意しとこ。良平くん。スチー！さて、式の準備しようか。もう大体できたじゃないですか。話しなさい。いや、でも最終確認とか細かいことが。限られた時間しかないんですよ。うちとイチャイチャすんのと、式の準備。どっちが大事なんですか？式の準備。大勢の人が来てくれはるんやし、ちゃんとせなあかんやろ。そんなに世間体が大事ですか？結婚式って、うちらのためにするもんじゃないんですか？そもそも、結婚式にお金かけるくらいなら、新婚生活にお金かけたい派やのに、交通費だってかかるし。わかった。もういいよ。準備は俺がしとくから。二人の幸せのために結婚すんのに、なんで喧嘩せなあかんねやろ。わー、納豆ご飯。何か文句でも？続きはリボン最新号で、表紙&関東からマリポン先生のハローイノセント、増刊で大人気、マリモン先生が本誌初登場、恋は小説よりもきなり、大人気の緑川兄弟シリーズ再び、今月も最強をお約束、説教学級転生。そして今月の付録は、春七先生20周年アニバーサリー星空セット、星を閉じ込めたアシメトリーイヤリング、願いを叶えるフォーチュンポーチ、そしてかわいいリボン、たっぷり100ページの別冊付録ポス、リボン7月特大号は大好評発売中ポス。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。チャンネル登録よろしくポス。グッドボタンやコメントも待ってるポス。これは毎日見るしかないポス。次の動画も見てねー。